こんにちは、荒獅子男之助です。今日は八代目林家正蔵師匠で年始の怪談です。怪談をやるにはちょっと季節が外れてしまったかなと思ったんですけど、聞いてみると、あ、この話いいなっていうか、この話大好きになりました。なんでも正蔵師匠が作った新作落語なんだそうですね。この話誰か引き継いでいるんですかね。一度生で聞いてみたいですね。それではお楽しみください。横浜が開けまして、寄席ができるようなにぎわいになりました。二代目の春風亭流志という方が一座を引き連れて出演をいたします。その時分には一月半ぐらい打ってたもんですから、で横浜を根城にしてあの近辺を掛け持ちをいたします。ちょうど横浜と神奈川の掛け持ちで、流志は神奈川の中入りをして横浜の鳥居参ります。自分の門下で年始という噺家がございまして、今この名前は耐えておりますが、年の枝と書きまして、大変にいい名前なんでございますが、年始さんと言っておりました。この年始という若手が横浜をやって神奈川を跳ねる、ちょうど楽の晩で宿屋へ引き上げてきてから、どうも肩が詰まるからってんで、あんまさんを呼んだ。これがまたこの年始の敵役に生まれてきたようなあんまさんで、何でもことごとに逆らうんですね。どうも師匠は評判がよろしゅうございますが、今の若い噺家さんっていうのは、並べているんでございますね、言葉をね、話じゃありませんね、あれはもう言葉を並べるだけのもんで、根っから話してんじゃなくておしゃべりなんで、あんなものは聞いちゃいられませんってなことを、これでもうむっと来ているところへ何でも逆らいますから、天丼を2つ食うってえと、あんまさんの方が3つ食うって、俺は一升の酒を飲めよってえと、私は一升5合だって、大して違わねえんだが、上上と行くの。こういうような余計言葉がたきになるもの、しまいに充実の話になりましてね、俺は初段だっつったら、向こうが一段判定がないから二段だとこう言いました。じゃあ一つ技を比べようじゃねえかと、ここまで来た。だけどね、師匠の前ですが、今ここでもって土壇場探偵ないけませんな、他にも宿屋ですから、お客様いますから、あなたが初段ならば、私は初段の上で二段ですから、締めっこをしようじゃありませんか。あなたがまず締めてごらんなさい。私はぐっとこらえるつもり。今度は私があなたを締めて、どっちも落ちた方が負けっていうことにして、技比べをしましょう。よーし、てんで年始が締めると柔らかくなっちゃった。伸ばしておいてから柔道の十の字も知らない自分であることを初めてそこでもってやらいことになっちゃった。これ知らねえんだよ、このあんま持ち清め、本当にてめえこらえるってやるの、こらえねえじゃねえか、どうなるんだいこりゃ。はあ、人を殺しちゃった、人殺しをしちゃった、この方が先になって、あんまさんの死体は蚊帳にくるんで戸棚へ放り込んだ。師匠、えらいことになりました。私は人殺しをしてしまって、お前のようにやぶから棒に言われてもわからないが、人殺しってどんないきさつで人を殺したんだい。それが宿屋でもって呼んだあんまさんなんですが、あんまり逆らいやがるんで、私が
充実が初段だっつったら向こうが二段だってやがって締めっこをしようってんで、私が先に締めたら向こうがぐんにゃりしちゃって、あとで固くなっちまいがって、もうどうにもしょうがねえんです、殺しちまいました、えらいことになりました。そりゃ困ったね。しかし年始よく考えてごらん、そりゃお前が殺そうと思って殺したわけじゃなし、物を取ったわけじゃないから本当の過ちだな。警察にねすぐに自首をしなさいよ、ね、私も東京にいい法律の先生を知ってるからな、その方に代言を頼んでお前の罪を軽くしてもらいましょうね。決して心配しないで、後のことは心にかけないでお前自訴をし。はい、ありがとうございます。私もね師匠、実はそうしたいんでございますがね、あんまが言った一言が気にかかる、今の話かは喋るだけのもんで話じゃねえってまして、言葉は並べてやがるだけだ。私は言われてみるとそうなんです、人気に酔っちまいましてね、俺は何をやったって受けるんだってんで、本当の話なんてものは師匠今まで一度もやったことはないかもしれません。私は司教のようですが、これから旅を回りましてね、どこでもいいから高座へ上がったらば一生懸命に魂を打ち込んで私はやってみたいと思う、それが三月でもようございます、一月でもいい、10日でも5日でも1日でも1度でもようございます。そうして私がもし追っ手がかかれば、その時に逃げ隠れをするような未練がましい真似はいたしませんが、どうぞそれまで一つお見逃しを願います。困ったね。そうかい、じゃあ旅に出るか。じゃあ選別を。いえいえ、そんなものはいりません。じゃあおじさん、ご機嫌よろしゅう。このまんま年始の姿は消えてしまいまして、これから東海道を順に打って興行はしているんですが、その自分ですから警察の手も伸びなかった。名古屋へ参りますって、あそこは芸どこだからやや落ち着いて、人にも認められるような芸人になって、石座の座長真打ち、ここで加賀の金沢へ興行に参りました。金沢というところも芸どころで、で芸人というものは行く先々の水に合わねばということが言ってある。下手も上手もなかりけりとくっついてましてね、なるほどそうかもしれない、金沢の水に合ったのか。一つところにいるのを焦げ付きと言いますが、これはまたありがたい焦げ付きをして、毎晩のようにお客様大入り満員で、はあ、ってんでこの一座をずっと寄席でもって打ち続けていますと夏になりました。ここで年始が器用でございますから怪談話に取り掛かった。折から三遊亭圓朝という人が素話でもって売り出しておりまして、この人の自作自演の神経重ねが淵、これをやろうという。あの話の初日っていうものは小日向服部坂の深見新左衛門という旗本が金貸し座頭の宗悦を酒の上で手にかけるというところが発端でございます。それからこの死骸がつづらい入れられて、門番の三蔵というのがこれを背負い出して捨てた、捨てた先が根津の秋葉の寺内のもみじの寝方という、これが回り回って宗悦の住んでいる根津の宗門の長屋へ入ってきます。宗悦には二人娘があって、姉をおしが、妹をおその、このおしがというのが後の豊志賀なんでございますが、二人にこのつづらの中の死骸を見せると、おとちゃんと言って取りすがった。家主がしっかりもんですから、幼い者二人の手を取って恐れながらと町奉行へ。
ところがその時分ですから、天下の旗本深見新左衛門にはちょっと手入れができなかったものか、この事件がうやむやになってしまって翌年になりました。極月の19日になると、奥方がたっての苦しみで盲人を呼び入れて針を施した。ところがこの盲人が針を打ち違えてしまったので、凝り固まっている尺が余計しどくなってたっての苦しみ。勘蔵、今晩も昨夜の盲人が参ったらな、呼び入れて断じて使わすんだ。笛の音を聞き損なうなよと言っているうちに夜になった。門前をピーッという笛の音。勘蔵、勘蔵。はい。早く行ってみろ。門番が手を敷いてきたのは昨夜の盲人じゃありません。年を取って薄汚い安馬さん。これは人が違うじゃないか。お前は針ができるか。いや実はな、昨晩は針を打った盲人が両耳をしそこねて、あの通りたっての苦しみ。お前じゃ人が違うから、まさかにや、お前を捕らえて苦情も述べにくいな。せっかく呼び入れたもんだから針はできない。できなければもみ領事か。その領事もうまくない。困ったやつだな。新左衛門が自分の肩へ揉ませながら、ああうまくない、うまくない、そこは急所だ。骨をその骨を揉むなよ。骨というものは揉むもんじゃない。筋は揉むもんだ。そこだそこだ。まあその辺だな。お前のうちはどこだ。はい、私は根津の総門でございます。おお、大変遠いな。小日向服部坂まではよほどの道のり。お前がこれからうちに帰ると夜も更けるが、どうだ、家内が起きてお前の帰りを待ちわびておるか。私には家内はございません。死に別れてしまいまして、幼い娘が二人ございまして、これが私の帰りを待ち設けております。うーん、娘か。そうか。殿様、なんだ。今晩は極月の二十日でございますな。そう、極月の二十日だ。昨年の今月今晩もみぞれまじりに降り出しました。うん、いかにもそうだ、降ったな。はい。えい、あ、痛い。やめろやめろ。お前は領事の下手なくせに急所だけはわきまいておる。今お前が押したのは急所だ。うん、もっと強く押すと絶叫する。やめろやめろ。はい。殿様、伊藤ございましたか。伊藤よ、はあ、ちょうど昨年の今月今夜、20金のお貸し金を催促に参りました。宗悦を御主の上とは言いながら、左の肩先から血の下までお切り下げになりました。その時の痛さ、そんなもんじゃございません。ひょっ、己はそうやつ迷うたなと刀掛けから大刀を取り上げると、使い手をかけたというところまで今年始が話をしてますと、いっぱいいるお客様の中でへーへーって小裸に笑った人がある。子は笑うところじゃありません、どう下手でもね。ここで笑ったのは誰であろうと、講座から瞳を定めてお客席をじっと見ると、真ん中のところに神奈川でやった安馬さんが座ってて、へー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 、さあと血の気が、どうしました、どうしました、師匠しっかりしてください、よっしょ、
どうなさいました？いいよ、ありがとう、ありがとう、もう大丈夫だ、もう大丈夫。いやあんまりね、暑さがひどいのでね、クラクラっとしたんだ。昨夜はまたちょいと飲みすぎたがね、ああ嫌な気持ちだった。いやいや、ありがとう、ありがとう。もう手拭いの、いや冷たい手拭いもういらない、大丈夫大丈夫大丈夫、あ、立って歩けるから大丈夫。ところでお客様はどうしたい？皆さん心配してお帰りになりましてね、半札をつったら、いやそんなものはいらない。中には2枚のお金をね、紙にくるんで置いてったお客様やなんかございます。そうかい、同じみてえもな、ありがたいもんだね。そうだったかね、ありがたいありがたい。いや送ってくれなくてもいいんだが、みんな心配なら宿屋まで一緒に行こうよ。宿へ帰ってきた。軽い食事をして寝床へ入りながら、もう世の中には不思議なことがあるもんだ。なんで神奈川のあんまさんがこの加賀の金沢の寄席へ来ていたんだろう。おそらく人違いじゃないか。盲人衆というものはしょっちゅう目が見えなさらないから考え事をしている。聞いてる話とは別なことを考えておかしかったので、声に出してハハハハと笑った。そこが笑うべきところでないから、こっちがギョッとしただけのもん。幽霊なんていうものは神経病だってが、全くそれに相違ない。あーそんなはずはない、神経病だ、神経病だと無理に自分の心持ちを落ち着かして、翌日になって、まあ、昼間のうちは何にもありません。夜席へ行って怪談話の続きをやると、俺はお客様に受けましてね、あのお客様に受けたって時は芸人はそりゃもう実にいい心持ちで、お前に1万円の札を祝儀にやるよって、これをもらった時とまあ同じじゃないかと思うんですね。しかしこれが芸人のありがたさ。いい心持ちになって宿へ帰ってきた。どうもご苦労様でございますね、今晩大入りで。いやおかげさまでね、この暑いのにお客様よく来てくださいましたよ。汗になったでございましょう。おお汗かいちまいましたね。一風呂。じゃあ何でございますか師匠。お風呂が先で、お食事の方は後になさいますか。いつもの通り一本つけまして、へえ、じゃあまあ人肌にお燗をしましょうな。暑い時でもやっぱりやり手はね、視野よりか缶のついてる方が、え魚がもう、万事いい頃いておりますよ。じゃあ一風呂、あお客様一人入ってますがね、男の方ですから構うことはございません。え遠慮なしにいらっしゃいまし。そうかい、じゃあ行ってくるよ。浴衣に着替えて湯殿の戸をガラガラッと、これを脱いでごめんくださいまし。中仕切りを開けて流しを降りると、へえどうぞお入りくださいと、後ろ向きで湯船の中に使っていた人がひょいと顔を見せた。見ると神奈川のあんまさん、バタリッと、これは本当にいけなくなりました。医者が来て、どういうもんでこの神奈川のあんまさんあんまさんって言いなさるかね。これはことによるってと、気持ちが錯乱をしていなさるな。何でも落ち着かなくちゃいけない。で私の知り人がね、このちょっと山の方にあたるがお寺様でいい寺だ、そこ行って住職に話をしておくから、少し静かにそこで養生をしたらいいだろう。みんなの勧めでもって山のお寺様にご厄介になった。すると朝に晩に住職が一山の相当を引き連れて吻行をいたします。夜のしらしら明けからボン
という梵鐘の音が先で、ああもう一山の僧徒が集まってきてお経を読むってな、これはもう荘厳なもんですから、これを毎朝見ているうちに菩提心が起きて、ああそうだ俺も自走するなんてそんなこと後回しだ、まずお経を習ってあの坊さんの冥福を祈ってやろう、それからだことは、そうだお願いでございますと無理に願って頭を丸めた、一生懸命になった。お経をだんだんやってるうちにこれも上達をしてきた、まあ一通りの礼拝ができるようになると、このお寺様の別院が新潟にございまして、この方の住職がいなくなったんで、あと留守番がてら年始がこの住職の代理亭ことになって住まうことになりました。ある日のこと町へ買い物に行くとビラが下がって、東京落語春風亭流子、夢にも忘れがたい自分の師匠、ああ久しぶりで会えるな、ありがたいと思ったって姿が変わってます。物語田舎では坊さんが寄席を訪れるなんてな、これはね、これはもうども実に世間の評判になっちまって後が良くない。そこで寝静まってから行こうってんで寄席が跳ねて世間がシーンとしたところで、こんばんは、こんばんは、こんばんは、小屋の中で開ける気遣いがない、聞いたかよおい、こんばんはこんばんはって、あの跳ねちまってね、一杯やって飯を食った自分にあの来るがね、あれは人間じゃねえだろ、当たり前だよ、人間があんな自分に来るもんけ、あれはおめえタヌキだよ、タヌキとねよく知ってんね、知ってるぞおめえ、このね寄席の裏はご覧、田んぼになったらね、田んぼの突き当たりに山がある、お約束だよ、あの山知ってるかなんてんだか知らない、あれはカチカチ山と言って、何を言ってやん、とにかくあの山はタヌキの本場だよ、タヌキが来やんだよ、じゃどうする、どうもこんもねえやな、今夜どうで支度しといてタヌキ退治をしよう、えぶち殺してタヌキ汁食っちまうじゃねえか、いいよ帰ろうってんでみんなが支度をして、こんばんはこんばんは、お分けくださいまし、こんばんは、ほーら来やったこのタヌキ、このタヌキめタヌキめで、いくら引っ叩いたって手応えがない、これは年始が月を背中から背負ってますから、その金帽子が土間いっぱい映ってるのをみんなで引っ叩いて、不思議だねおいタヌキってもの、あお見ろ、あっちにいるじゃねえかこのタヌキ、お待ちください、私はタヌキじゃございません、人間でございます、こんなに頭を丸めて姿が変わっておりますが、元は年始と申しました、私も話し家で、年始さん知ってるよ、こっちおいでこっちおいで、おー年始さんだ、どうしたい、師匠もいるんだよ、今取り次ぐからね待ってくれ、師匠師匠年始さん来ましたよ、年始さんが、そうかい、こっちに通しておくれ、おーおー来たな、お前もまあ姿は変わったが無事でよかったね、どうしたい、はい、お久しゅうございました、お久もご無事で何よりで、ああありがとうありがとう、まあみんな変わったことはない、無事息災、お前どうして お坊さんなんぞになったの、あちょいとお待ち、あのねみんなね二人で話をしたいことがあるから邪魔にするわけじゃないが、ちょいと遠慮してね、白い客席の方行って無駄話でもしていてくれよ、いいかい、頼むよ、誰もいなくなった。誰もいないよ。お前と私と二人きり話をしておくれ。どうしてお坊さんになったんだい。実はね、師匠、
お、これかい。神奈川のおんまさんがお前の目の先に出てくる。へえ、一度ならず二度三度。うん、一人でいて鏡に向かうってと鏡の中までお坊さんが出る、あのあんまさんが。へえ、それでお前が頭を丸めたのかい、供養のために。この頃じゃどうだね。え、この頃じゃまあいい塩梅に出ません。そうかい、不思議なことがあるもんだね。おい年始、あのお前がね神奈川で締め殺したあんまさんね、あれお前生きてるよ。へえ、なんですって。生きてるよ。かわいい弟子のしたことだから私も心配だよね。東京へ帰る支度の忙しいさなかに人をやってね、宿屋でもってそれとなく聞き合わしたらな、朝になったらあんまさん戸棚から出てきたとよ。昨晩はお客様にご馳走になっちゃっていっぱい期限でこんなとこに寝ちまいましたって頭かきながら帰ったってんだ。それを聞いたから私はお前の行方を尋ねたが、どうしても探し当たらなかった。俺は生きてるんだよ。そうですか。へえ、そうですか。それはようございましたな。私も安心しました。そうかい、お前も嬉しいかい。ところでね、こうなりゃお前お坊さんに何もなることはないだろう。お坊さんも結構だが、お前だけの話かこしらえるのは大変だよね。え、原則して元の話家になんなさい。お前が世話になったあの和尚様のところへは私がまた人をやるなり自分で行くなりして訳を話すから、みんなと一緒に東京へお帰り。どうだい、それがいいだろう。おいおい、みんな来なさいよ。いや、もう話は済んだ。聞いてた人もあるだろうがな、年始がね元の話家になってみんなと一緒に帰るんだよ。めでてえだろ。めでてえな。あのお酒の残りがあったね、あれを一杯飲んで一つおめでたく手を締めよう。あ、待ってください。締めるのはコリコリした。本番の終演でございます。お静かにありがとうございます。ありがとうございます。正蔵師匠で年始の怪談でした。締めるのはもうコリゴリですって。いや、そうですよね。だってもう出家しちゃうぐらい気に病んでいたわけだから、それが間違いだった、あの人生きてたって知った時は本当心の底からほっとしたでしょうね。ある意味芸の肥やしにしたってことになるのかな。でも命を削る肥やしか、どうなんだろう。明日は古今亭志ん朝師匠で宿屋の富です。お楽しみに。